つもご視聴ありがとうございます。こんにちは、おしんさんこと岡瀬愛です。本日は新潟の大好きなラーメン屋さん、御浜屋さんのグループ店ラーメン食堂まさみさんにお邪魔しております。私まさみさんに来るのは初めてなんですが、なんとこちらに私が普段御浜屋さんで食べている大好きな、ハッピーチャーシュー麺のチャーシューを贅沢に厚切りにしたハッピーステーキ定食が新しく発売されたということでやってきました。お店の方の計らいで今回3倍量までならさらに乗せることができるということで3倍ハッピーになっちゃおうと思います。それでは早速食べてみます。なんとチャーシューだけで 748g もあります。はい、ご飯がすごい。ご飯も普通の定食の3倍盛り、ハッピーチャーシューも3倍、油がめちゃくちゃ美味しそうです。目玉焼きが隠れちゃってますね。ありがとうございます。それでは早速いただきます。もうちょっとおかず欲しいなと思って。あ、そうだね、餃子と唐揚げ何個くらい食べる？じゃあとりあえず2個。普段のハッピーチャーシューより表面こんがり焼いてるんで、香ばしさとこの甘辛いタレが一段と違います。なんか本当贅沢。はい、もう1枚です。なんか餃子すごい。岩のりトッピングで、はい、はい、あとこってくまりで大丈夫です。こってくまりで大丈夫ですか？はい、はい、トッピングがね、いろいろバリエーション豊富なんで何回来ても楽しめる。トッピングちょっと変えるだけで味のニュアンスが違ってきて、私みたいにおかずの比率多めで食べたい人には唐揚げとか餃子追加したりとかできていいです。はい、完食です。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます。
全然入ってます。さっきは定食の方のハッピーチャンスをいただいたので、今度はラーメンでハッピーチャンスを食べてみようと思います。デザートのラーメン。おいしい。また全然違った美味しさですね。麺は本当トルトル。美味しすぎます。本当トンコツが濃ゆい。お寿司屋さん行くときは、なんか食べてから行きます。ラーメン食べてからデザートのお寿司とか。すごいな。回らないお寿司屋さん、普通に空腹の状態で行くと、ちょっと恐ろしいですよね。ハッピーステーキ定食3セットと、唐揚げ餃子ラーメンも盛っていただいちゃいました。ごちそうさまです。本当美味しかったです。ごちそうさまです。ありがとうございます。本当美味しい定食とラーメン新潟に作ってくれてありがとうございます。洋服の上でいいから出してくれたんやけど、どうなってる。あ、でも今日は結構出ました。やっぱ結構出るんだな。結構出ました。体気をつけるな。塩分取りすぎ気をつけます。私もたまに普通の 1,2 枚でお腹いっぱいになってみたいです。贅沢でボリューミー、とろとろ美味しいハッピーステーキ定食、皆さんも食べに来てみてはいかがでしょうか。何でももちろんおすすめです。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。